はい、令和2年第1回担当式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います。担当はレックセンニ講師二宮です、えー。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ今回管理会計論かなり難しかったですね。あの試、ー、乗最難関と言っても過言ではないのかなと思いますので、まあ、そういったレベル感の問題でしたから、あのー、管理会計論終わった後ですね。 なかなか気持ちとしてはね晴れない方が多かったのではないのかなと思いますけれども、まあ、忘れないでいただきたいのはこれいつも言っていることではありますけれどもあくまでこれは相対評価の試験ですので、まあ、しっかりとこれまでね勉強を積み重ねてきた方が難しいと感じるものについてはほとんどの受験生が、まあ、難易度が高いなと感じるでしょうからあの全体のね合格ラインっていうところもあの管理会計論はかなりね厳しい水準になってきますので、まあ、ご自身だけがねあの 溶けてないというわけではありませんので、まあ、その点はね。あの一つご安心いただければなぁとは思います。はい。ただね。せっかくこれまであの一生懸命勉強されてきた方があのほとんどだと思います。けれどもまあ、思うようにね。管理会計論の点数が伸びずにね。悩んでいる方にとってはまあ、今回も辛い結果になってしまって非常にね。あの、私もちょっと心苦しいなと思うところがあるんですけれども。 ただね、これであの管理会計論について、本当にもう嫌気がさしてね、勉強はしないでおこうとか、まあそういうね、あの自暴自棄なことは考えないでいただきたいんですね。あのしっかりとね、やはり勉強していけば、絶対的な点数はね、伸ばすのは難しいところあるかもしれませんけれども、まあ、相対評価でね、順位っていうところを上げることは可能ですので、あの勉強している中でね、前に進んでいる感覚っていうのが得られないかもしれませんけれども、 皆さんがねあの今、勉強されていることは決して無駄にはなりませんからそこはねぜひ気持ちを強く持って、まあ、これからの勉強にまた改めて取り組んでいただければなとは思います、はい、で今回ねあの目標点数初はじめに申し上げたいと思いますけれどもちょっと先にこちら各問題の回答と正答可能性ですね、まあ、高中低の3段階で評価をしてあります。 で正当可能性、高いものに対しては正当確率80%、まあ、中ぐらいのものに対しては50%、まあ、低いものに関しては20%の確率を各点数に掛け算してあげて、まあ、期待値を求めてあげると48.2点というのが、まあ、管理会計論のボーダーラインということになります。まあ、約50点点弱の点数ですね まあここ最近は講義の中でも申し上げていたことではあるんですけれども、まあ、計算については、ね、どういった難易度のものが出てくるかわからないと、まあ、直近2回の試験は、ね、かなりの分量で難易度の高い問題が出ていたので、あまり計算で稼ぐことは、ね、あの目標と考えない方がいいよということは、ね、申し上げていたところではあるんですけれども、あの今回もやはりその理論でいかに安定して稼げるのか、まあ、そこが、ねまあ、合格の鍵を握ったのかなというふうには思います。まあ、理論でどんなに多くてもね 8問のうち3問ミスぐらいにとどめないとかなり厳しい結果にはなると思います。計算はね確実に正解できるものっていうのがほとんどないんですよ。今回計算問題で正当可能性高のものっていうのは唯一この問題4部門別計算ですね部門別計算補助部門費の配布に関する、まあ、問題でしたけれども、まあ、簡便法の相互配布法が問われていたと。まあ、これはねテキストの説明レベルの問題なんで、まあ、途中でね 端数が出てくるんでその部分はね若干引っかかる要素はありますけれども、まあ、それでも問題4については確実に正解したいところかなと思います、はい、でこれ以外の問題はもう正当可能性こうのものはないので中か低しかありませんから確実にこれが正解できるっていうのは何ともね申し上げられないところではあるんですけれどもただ強いてあの中とか低の中で まだ着手すれば解ける見込みがあったのがまあ、問題この12かなと個人的には思いますまあ、個人によってね好みはあるので何とも言えない部分はあるんですが問題12の資金管理ですねキャッシュローの計算とキャッシュコンバージョンサイクルの計算が問われていましたがまあ、これはね時間をかければ対応することができる方が多いのかなと思います 逆にそれ以外の問題はあまり見慣れない問題なのかなと思いますのであの時間をかけたからといって解けるかどうかっていうのはもうその人の実力次第ってことにはなってくるので、まあ、今回の問題の中だと、まあ、4と12っていうのはなんとかね、まあ、取りたかったかなという、まあ、そういった好評になりますねはいまあなんとかね他の4と12以外の計算問題でも1問ぐらいなんとかあの拾っていただいて3問 計算問題を取ることができれば、あとは理論でね、まあ二問ミスぐらいにとどめることができれば、五十点はね、点数を超えることができますんで、まあ計算三問とまあ理論六問ですね。まあこれをやはりね、取っていきたいかなというふうには思います。ただそうは言ってもね、理論も今回ちょっと細かいところが問われていたので、あの引っかかる要素がね、多分に含まれていましたから、まあ重いのかね。 点数伸ばすののが難しいいとところはあったのかなと思いま,すまあ例えば問題1ですねこれかなり細かいですねこの原価計算基準の問題は相当難しいと思いますよほどその原文をしっかりと読んでいた方じゃない限りはですねあのうまく対応することが難しかったのではないのかなと思います、まあ、この選択肢の「あ」と「E が間違いですけれども、まあ、この集約情報っていう部分ですね ますすすね、はいまあ、原価に関るるる細分記録を統括する所管上を設けるとまた選択肢の意についてはこれ明瞭性っていう部分が誤りここは信憑性ですね。まあ、ここの1行目ね読んで明瞭性の部分に違和感ね覚えた方は多かったんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ、それ以降の文章がですねあの確実に合っているところになりますので、まあ、この以降の文章にとらわれてしまってですね あのここの読み直しっていうのをせずに E については丸だとまあ答えてしまった方が多いんじゃないのかなとは思います。はい。この問題1はねできなくてもしょうがないのかなと思います。正答可能性は一応中とは評価していますけれどもまあ低でもおかしくないかなと思います。はい。だから原価計算の理論はね今回も4問出されてますけれども問題1については最悪できなくてもいい。他の問題3と5と7ですねここは確実に正解したいかなというところです。 特に3と5はねほぼ間違える要素っていうのがないので、まあ、しっかりと対策を取っていた方は正解できるところだと思います7はね一応正当可能性高とは評価していますけれども、まあ、標準原価計算の理論で、まあ、若干ねあの正誤判断に悩む要素っていうのが含まれてはいるので、まあ、間違えてしまった方もいるのかなというところです、はい、また管理会計の理論の方は このの後ろの2問は簡単です問題13の原価管理と問題16の文献組織ここは確実に正解しなければいけないただ9とこちらの11ですねこの2問については若干悩ましいところはあるのかなと思います問題9についてはこの選択肢の「あ」のところですね PPM について問われているわけですけども、まあ、このマーケットシェアについて問われていて 絶対的マーケットシェアって言っっててますけどもここは相対的っていうのが正しいい表現です P です PPM は絶対的なマーケットシェアっていうのを、まあ、この図表を描いた時の横軸に取るわけではなくて相対的なマーケットシェアっていうのを取っていくと、はいまあ、講義でも軽く触れたところではありますねはいここの正誤判断ができるかどうかによってこの問題のねあの正当確率は大きく変わってくるのかなと思います で次のこの問題11についてもあまり見慣れない選択肢が出ていたのであ,のあと「い」についてはね確実に丸×はつけることできると思うんですけどまあうとえでね悩んだ方が多いのかなと思います。これは見たことある受験生はいないと思いますから、まあ、その場で判断するしかないですね。ただまあ一般管理費っていうのがね通常その変動予算っていうのを設定して管理するそういう性質のものではないというイメージがつけばね うについては罰だという判断はすることができますので、まあもしかすると私が思ってる以上にね、正当されている方は多いかもしれません。ただまあ、うとえで悩むだろうなというところで正当確率は中というふうに評価をしています。はい。よろしいですかね。はい。まあ全体としてはね、50点弱の点数ということで、あのかなりね、厳しい水準にはなっているかと思いますけれども、なんとか半分はね、支出してもらいたかったかなというところです。はい。 で今からですね、あのー、具体的な各問題の解説を、ね、やっていきたいなと思いますのであの問題1から順次見ていきたいと思いますけども、まあ、復習される方はね、あのー、今から解説をしていきますのでぜひご覧になってくださいで問題1は先ほど確認した通りではあるんですけれども、まあ、ここの あといが誤りでこの集約情報の部分と明瞭性の部分ですねそれぞれ細分記録っていう表現と信憑性っていう表現が正しい表現となりますのでまあかなりね細かい正誤判断が問われていたという問題ですで次問題2これはできた方はねいるのかなとは思うんですけどここがね判断できるかどうかが全てですこの5番の番 製品 T 製造のための専用機械の原価償却費これおそらくほとんどの受験生は原価償却費っていう部分に着目してしまってあ原価償却費だからこれは間接経費すなわち製造・間接費になるなという判断をした方が多いと思います。よく読んでください。製品 T 製造のための専用機械ですからこの原価償却費は製品 T に対してかかっていると考えられますんでいわゆる直接経費になっていくわけです。 ここの判断ができるかどうかがもう全てですよ。あとはね。別に難しくないと思うんですね。この括弧1番正常な棚卸減も計算してあげれば3万7千円です。この月末帳簿残高と実地棚卸高両者を差を取ってあげて、ここから18、000の異常な棚券をマイナスすれば3万7000が正常な棚元。で、次に補助材料当月購入額ではなく、当然消費額ですね。まあ、これが間接材料費になりますから。 この黄色のマーカーで線を引っ張っているものを、ね、集計していけば製造・間接費の金額を求めることができます。まあ、間接労務費だったらこちらの65万6千円。まあ、工場総務部員の出張料費、これは間接経費ですね、12万5000円。また、共用機械の減価償却費、これは年額になっていますので、まあ、月額に換算してください。また、共用機械の修繕費、 まあ当月の未払いと前月の未払いがありますので支払い高に加減算すれば64万700円、まあ、これが当月の消費額で次の括弧コ8外注加工賃についてはこれは製造間接費にはなりませんよね外注加工賃については、まあ、無償支給で直ちにね部品っていうのを製造現場に投下しているようなケースにおいて直接経費処理されますけども 外中加工賃勘定っていうのがこれは間接経費になったりすることはありませんので、まあ、この8番についても引っ掛けですね、まあ、外中加工賃の会計処理についてね断片的でもいいので頭の片隅に、あのー、記憶が残ってた方はですね外中加工賃はこれは製造間接費にならないなという判断はできたのではないのかなと思いますで次の各国有工場の電力の消費量ですね、まあ、これも支払い高ではなくて 当月の発生高を集計するる必要性があるとこの黄色のラインマーカーを引っ張ったものを全部集計してもらえれば319万200円っていうのが製造・間接費の実際発生額なんで選択肢のあというのは間違いであることが分かります。ででもあといいは、ね、セットですね、まあ、今回固定予算っていうのを管理標準として使用していきますのでこの3,900万の年額の金額を 月,えー、月額325万に換算してあげてこの325万と319万200を比べたときに予算債の金額ですね5万9800円の有利債というのが求まります、はい、で次の選択肢「う」ですねこちら、まあ、当月の製造・間接費に含まれる機械の減価償却費と供用機械修繕費の合計が問われていまして まここの金額集計してあげればいいですね。はい。あのこのね選択肢は簡単なんですよ。ここの正誤判断っていうのは一瞬で行うことができます。ただまあこの A の部分が難しいんでね、あ集計系の問題だということで飛ばしてしまった方はねかなり多いのかなというふうには思います。 諦めずにねこの中で簡単なものがないかどうかっていうのを探せた方はですねこの「う」と「え」については少なくとも簡単に正誤判断をすることができるので選択肢をかなり絞り込むことができますね。えについて創業土債問われていますけども、まあ、この製造間接費の予定配布率が単価1300円なので。 まあ月間の基準操業度2,500時間と、まあ、実際の操業度2,340時間の差の160時間、まあ、これに1,300円の予定配布率を乗じてあげれば20万8,000円の不利債を求めることができますんで、まあ、ここもね一瞬で計算することができますだから宇とへの正誤判断は素早くね正確に行うことができるでしょうからあといの正誤判断のところですね、まあ、ここが難しいだけだという問題です まあ、とはいえね、問題にはほとんどの方は勘で答えたんじゃないのかなとは思いますので、まあ、これはもう正当可能性低という評価になります。まあ、最近難しいですね、非目別計算は連続して難しい問題が出されているので、あのー、次の、ね、5月とかはどうなるか分かりませんけれども、まあ、この経過傾向が、ね、続くとするならば、次もね、非目別計算というか、この原価計算分野で結構難しい問題が出てくるのかなというふうには思いますね。はい、で次の、 問題3、まあ、個別原価計算についての理論ですけどもまあ、これ簡単ですね E と A が間違いですこの直接労務費の部分ここが加工費っていうのが正しい表現ですね直接労務費と製造間接費を合わせて加工費とまあ、これを各製造を最終所に配布するというのが正しい表現ですね で選択肢の、A、これはもう過去に何回も何回もですね繰り返し出されてる選択肢になりますからここの規定についてはね覚えてた方が多いと思いますけども、まあ、この自家用の建物とか機械設備工具等を作った場合は、まあ、個別原価計算を適用することができますよと。まあ、ここはよろしいで,すか、ねはい、で次の問題4ですね。 部門別計算の問題になりますけども、まあ、落ち着いて、ね、補助部門費の配布っていうのを丁寧にやってあげれば、まあ、正解にたどり着くことができるかと思います、まあ、間違えてしまった方はこちらを参考になさってください補助部門費の配布表ですね作っておきましたので、まあ、こちらを見ていただいて、まあ、ご自身の計算結果どこかに間違いがないかどうかですねチェックしてみてください、まあ、特に引っ掛け要素はありませんので まあこの最後ね工場事務部門費っていうのを2回目の配布する時に端数が出てくるので、まあ、そこでねあの迷わずに前に進むことができた方がね正解にたどり着くことができたのかなというふうには思います。まあ、講義でもね過去に申し上げたことありますけども、まあ、こういう簡単な問題の場合は端数が出てくる場合っていうのが割と本試験でも傾向としてあったりしますので。 まあ簡単だからこそちょっと端数出して難しくしてくるんですよ。だからまあこの手の問題についてはですねやっぱり自信持ってねあの進めるかどうかっていうのが本当にポイントになってきますんでね、まあ、自分の計算を信じてできた方はね正解にたどり着けたのではないのかなと思います。はい、で次の問題5ですね見ていきますとまたまあ原価計算基準ですけどもまああといがね 簡単に×だと正誤判断できますからこれ一瞬で6番だと判断できるかと思います。前、まあ、については個別原価計算の原価集計の単位が基幹生産量というねこういった記述になっていますけれども個別原価計算はこれは特定製造差収書っていうのが原価の集計単位ということになりますので当然基幹生産量には原価を集計しませんから、まあ、ここは誤りと。で選択肢これは過去に何度も出されていますけれども。 まあこの直接原価計算を採用する場合期末において固定費調整っていうのを行っていく必要があるわけですけれどもその際に、まあ、期末の製品と仕掛かり品と当年度の売上品の3社に対して固定費を配布していかなければいけないと、まあ、仕掛かり品っていうのが抜けているので罰だという判断になります、はいまあ、これは簡単ですね確実に正解したいところです でで次問題6ですねまあこれね、まあ、見るからにやばい問題だっていうのはわかると思うんですよ。またねこれ文字を小さくして1ページに詰めてきているんですけども、まあ、これやめてほしいなと思うんですがかなり情報量多いですよねまあどう見てもこれは解くべきではない問題だってことはわかると思うので、まあ、着手しないで正解ですよこの問題は。 まあ、第2工程で幻想の安定発生についての計算が問われているので、まあ、花からね幻想の安定発生っていうのを切っている受験生の方もねいるのかなとは思いますから、まあ、その方なんかは一瞬で見切りをつけたとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね解きづらい問題だとは思います、まあ、時間があればねあの解くことはできるのかなとは思いますけどこの1時間という限られた時間の中ではね絶対に着手してはいけない問題かなと思います一応まあ解説をしていきますと まあ工程別計算が問われているので、まあ、とりあえず一旦第一工程の計算というのをやってください。まあ、第一工程計算すると、こうなります。まあ、月初しかかり品はゼロで、当月投入が1万キロ。で第一工程の完成品というのは、これ6000キロです。まあ、1万キロ投下して10%っていうのが子孫になっていて、まあ、1000キロですね、1000キロ。まあ、1000キロが子孫ですよと。 で3 0 0 0キロが月末の仕掛か,かり品だと言っていますから完成品は差額で6 0 0 0キロということになります。で第一工程の計算はね特に問題ないのかなと思います。まあ、この20%地点で生じた子孫っていうのが異常子孫であることを前提にね計算を進めていくことになりますだからもう純粋にこの6 0 0 0キロの評価をしてあげればいいだけなんで計算の 手続き自体はねそんなに手間はかからないかなと思います第一工程の原料費26万と加工費100万ですねこの26万と100万っていうのを完成品と異常子孫と月末の仕掛か,かり品の3社に安分していけば原料費が15万6千加工費が75万っていうのが求まりますので完成品の総合原価第一工程完成品の総合原価は90万6千千円っていうのが求まります まあこれが全量第2工程に振り替えられていって、まあ、前工程費としてまた完成品や月末の仕掛かり品などに安分されていくとで今度第2工程ではね原則の安定発生が問われてますこれ計算条件の3番ですね正常原損はバッチごとに加工費進捗度に基づいて完成品と仕掛かり品へ負担させることとするとだからまあバッチごとにこの原則費っていうのを直下するイメージですね 各バッジごとにいくら減損が生じたのかを把握できる状況だと言っていますので減損の安定発生を前提とした計算をやっていかなければいけないとだからまあ下書きとしてはこういったものを作っていただくことにはなりますね。第1バッジ第2バッジ第3バッジで、まあ、こういった下書きを作って計算されている方が多いのかなと思いますけれども、まあ、今回第1工程から第2工程に6 0 0 0キロですね 第一工程完成品が振り返られていて、まあ、これを3つのバッジに分けてると1対2対3の割合で分けてるとだから6,000かけることのこれ全体6のうちの1これが第一バッジに割り振られたね第一工程完成品の数量になりますんで6 0 0 0かけ× 6分の1で1 0 0 0とまた同様に第二バッジだったら6 0 0 0かけ× 6分の2で2 0 0 0 第3バッジだったら6 0 0 0ことの6分の3で3 0 0 0ですね。はいまあ、こういうふうに3つのバッジに分けてあげた上で計算をやっていくと。でまあ第1バッジと第2バッジはですねもう完成しているのであの両者別々に計算する必要性はないです。合わせて計算してもらっても計算結果は一致することになります。ただまあ一応ね、 バッジごとの計算っていうのをやってみるとこうなりますよっていうのを解説では示してあります。で第一バッジっていうところでは1 0 0 0支点で投下してで減損が安定発生していて10%終点に至る頃にはですね支点投入量っていうのが減損で消えてなくなってしまうとだから終点に至った頃には9 0 0ロっていうのが完成品の数量ということになります。でこの 図形をね下書きとして描いてあげて面積を計算してあげればそれがまあ換算量を表しているわけですよね加工換算量。まあ、この9 0 0キロ部分っていうのは、まあ、工程の始点から終点までずっと9 0 0キロが存在していたので9 0 0キロに対してずっと加工作業を行ってきたわけですから、まあ、この9 0 0キロの加工換算量は9 0 0キロです当然ね。で問題はこの減損となった部分ですね。 初めは1 0 0キロあったけど最後終点まで至る頃には0キロになっているので100あったものが最後0になるので間取ったら5 0キロってことになります5 0キロの材料に対して始点から終点にかけて加工作業を施したと考えていけば加工換算量は5 0キロというふうな評価をすることができますで同様に第2バッジについても この支点投入量2 0 0 0キロで10%減損ですから2 0 0キロが減損で1 8 0 0キロが完成品の数量で同じように面積計算をしてもらえればこちら長方形の部分が1 8 0 0キロ三角形の部分が1 0 0キロと求まりますでまた第3バッジこれは月末仕掛か,かり品ですけれども80%地点まで加工が終わってると支点投入量3 0 0 0キロで この80%地点まで至れば減損率が何かっていうと終点まで至れば10%ですから80%だったら8%が減損で消えてなくなっているとだから3 0 0 0キロに1-8%を掛け算した2 7 6 0キロが月末仕掛か,かり品の数量ですでこの2760と3000との差を取ってあげれば2 4 0キロが減損でこの はじめ2 4 0キロあったものが最後ゼロになっていきますんで間を取れば1 2 0キロの原材料に対して加工作業を施したと考えていきます1 2 0キロの原材料に対して加工作業を80%相当行ったわけですから 120×80% で9 6キロっていうのが加工換算量すべ、まあ、てねこれらを集計していただければ 換算量合計は五千百五十四キロと求まりますので、第二工程の加工費二百六万一千六百を五千百五十四キロで割り算してあげれば一キロ当たりの単価四百っていうのを求めることができます。ちょうど綺麗な数字が出てきます。でその四百に第一バッチのこの完成品が負担する加工費は 完成品900キロと減損50キロに対する加工費も負担することになりますので、950キロ分の加工費を負担させれば OK と。400円かける400円かけることの950キロで38万円っていうのが第1バッジの完成品が負担する加工費です。まあ、第2バッチも同様に計算をしてください。はいまあ、基本的に減損の安定発生では、この加工費の計算をちゃんとできるかどうかというのがポイントですね。 まあ原料費前工程費の計算は別に難しくありませんからねまあ、第1バッチは第1工程完成品1000キロ投下されているわけですから1000キロ分負担させればいいんですよ第2バッチだったら2000キロ分の前工程費を負担させればいいだけなんでここは別にねこんな図を書くまでもなくですね完成品の前工程費っていうのは計算することができますはい だから安定発生、ね、これからまた対策を取る方はですね、加工費の計算の部分ですね、そこをちゃんと理解できるかどうかがポイントになってきますので、まあ、その点に着目をしてね、ぜひ復習を進めてみてください。幻、は、想、いまあの安定発生はね、あの直近の論文の試験とかでも出されているのであのもう C ランク論点とはもはや言えないのかなという,ふうには思います。 確かにね、費用対効果はあんまりいい論点ではないのかなとは思いますけども管理会計はそんなにねあの、計算のやり方っていうのが多くはないので、まあ、こういったところはね、なるべく対策は取った方がいいのかなというふうには思います、はい、だからぜひ、ね、今まで切っていた方もですね、まあ、次、論文進む方とかですね、あるいは次の担当を受ける方ですね、あのぜひ対策を取ってもらえればなとは思います。で次の、 問題9。あ、問題7ですね。すいません。問題7。まあ、標準原価計算制度に関する問題で、まあ,あと絵が誤りということで。ま案、あ、についてはね。これは一瞬で正誤判断できるのかなと思います。まあ、原価を原価債を把握するタイミングとして、インプット法とアウトプット法というのがありますけどもまあ、インプット法で原価債を把握した場合はまあ、この。 標準原価債の把握と分析を迅速に行うことができるとともに計算事務量を節約できると言っていますけども、まあ、計算事務量はこれ節約できませんから、まあ、計算事務負担っていうのが増えるっていうのが正しい表現です。また選択肢の A ですねこの創業土債や予算債はアウトプット法で把握することはできないって書いていますがこれインプット法で把握することができないというのが正しい表現ですね。 創業度祭とか予算債というのは実際の創業度っていうのが確定しないと計算することができないので実際創業度が確定する月末以降でなければこれらの祭については計算ができないとだから選択肢は誤りであるということで、まあ、ここはね講義でもしっかり取り扱っているところとなりますのであの、まあ、上級講義ねしっかりと受けていただいた方は正解することができたのではないのかなと思いますで次の 問題8ですね、まあ、標準原価計算の問題で、まあ、これがねちょっと私解いててふざけるなよとちょっと思ったんですけどあのこれねちゃんと解いた方いると思うんですよ。まあ、これ過去の本試験でも類似問題が出ているのであの見たことある方もねいらっしゃったんじゃないのかなというふうには思うんですけどもこれ問題集にもね似たような問題があったと思うんですよ。 だからまあ見覚えがあるなということで着手された方ね多いと思うんですけれどもこれいかんせんね選択肢5の整合判断ですねこれがねくせ者なんですよこの直接材料費の子孫債と直接労務費の子孫債ですね両者とも不利債が生じているが前者は後者に比べて7500円小さいとこの小さいの部分が間違ってるんですね小さいの部分が。 大きいっていうのが正しい表現なんですけどただ直接材料費の子孫債というのはこれはいくらになるのかっていうとこちらの金額に関しましてはこの異常子孫にかかるね直接材料費を計算してあげれば手っ取り早いのでこの完成品500個に対して のの許容,額あ許容率3を乗じた15個っていうのが正常な子孫ですだから異常な子孫っていうのは20個から15個を差っ引いた5個ということになりますんでこの5個にかかる直接材料費や直接労務費の金額を計算してあげればこの直接材料費の子孫債と直接労務費の子孫債っていうのを計算することができるので、まあ、それを計算してもらうとですね 5個かけることの6,000円で直接材料費の子孫債はマイナス3万なんですよ。で直接労務費の子孫債はこれは5個かける4,500円でマイナス2万2,500円なんですね。マイナス2万2,500円ですね。 でこれ両者比べれば、このマイナスという値を使っていけばね、ねこの直接材料費の子孫債の方が、この7500円ですね大あ、小さいんですよ、7500円小さいと。前者は後者に比べて7500円小さいと。確かにこれ合ってるんですよ、ぱっと見たらね。 直接材料費の子孫債は7500円、確かに小さいと。ただこの問題は、このマイナスの値をね、比べるんではなくて、この差の絶対値を比べないといけない問題なんですよ。差は3万と2万2500円。標準的な値から直接材料費は3万ずれてて、直接労務費は2万2500円ずれてて、7500円の、 両者の差があるわけですけど直接労務費の子孫債の方が標準的な値からのズレが大きいんですよ7500円ズレが大きいんですねあ、それで直接材料費の子孫債の方が7500円ズレが大きいんですよマイナスをつけた値だったらねこの文章は正しいんですけども絶対値で見ると直接材料費の子孫債の方が7500円標準的な値からね大きく離れていることになりますんで この選択肢の5番というのは誤りだという判断をすることになるんです。まあ意地悪な問題ですよ、ね、あのこれ私もね初め5についてはねパッと見丸をつけてしまったんですよ。で1と52つ正解があるなというところでまああの初めね1解いた段階であの選択肢を選べた方はね別にこの2番以降っていうのは気にする必要性なかったんですけどおそらく1番ね計算してみてあの 確かに答えは出たと。でもそれをいきなりね回答に選べる受験生の方ってほとんどいないと思うんですよ。だからどれか1つを選ぶんだったらまあ後ろの方かなっていうところで、まあ、4か5とかを、ね、選択された方がおそらく多いんじゃないかと思うんですけれどもで5番まで、ね、解いた方はあちょうどきれいな数字が出てきて7,500円の差になっていて。 このマイナス三万とマイナス二千二百五百二千二百五百だったらあ二万二千五百だったら直接材料費のマイナス三万の方が七千五百円小さいなとまあ五番合ってるじゃんということでまあ五番の方がなんか合ってそうだなっていうところで一番よりも五番を選択してしまった方がまあ多いんじゃないかなと思います。ただ繰り返しになりますけどこれ一番はね何を間違いじゃないんですよもうこれ確実に正解の足なんで。 1>, 1番は絶対に正解だって考えたときに、まあ、5番については、まあ、おそらくねこれ絶対値で比べてるんだろうなというそういった推測を行った上で正誤判断をしていかなければいけないので、まあ、かなりこれは受験生のの問題だったのかなと思いま,すまあ意地悪ですよねそんなとこで引っ掛けて本当にどうするんだというふうには思うんですけどもただまあ理想的にはね本当に1番でもうねあの。 決めてしまった方の方がね本当にうまく結果的にいったということにはなるので、まあ一番自信を持ってこれを回答として記入できた方がねこの問題はまあ素早くあの点数を拾うことができたという内容となっています。まあ一番簡単なんですよ。あのあんまりねこういう計算やらないので、まあ皆さんねちょっと気持ち悪いかもしれないんですけども、あの割と一瞬で計算することができるんでね、そこに気づけた方はですね。 まあ一番自信持っていけたんじゃないのかなとは思うんですがこの子孫債の合計というのは異常子孫に対してかかっている製造原価ということになりますんで異常子孫に対して投じられたまあ標準的な原価を計算してあげればいいので異常子孫5個の標準原価としてはこちらの1 3,800が1個当たりの金額なんで1 3,800×5 個で6万9,000っていうのが子孫債の合計なんですよ。 万千円っていうのが子孫の債合計ですで次にその他の原価債の合計ですけどもこの520個ですね異常子孫も含んだ520個のこの標準原価とこの実際原価直接材料直接論ミ製造間接費の合計753万2万二千ですね。 この差をとってあげればいい520個かけることの1個あたりは1万3800円その値と753万2000ですねこの差を取ってあげれば35万6000の振り彩いうのが求まりますので6万9000と35万6000との差を取れば28万7000円であることが分かりますはい。 だからそこに気づければね、本当に一瞬でこの問題は計算が終わる問題だったと言えます。よろしいでしょうか。ただ本当意地悪ですよね。あの最後の最後まで計算やった方は本当に今回損をしてしまった方だなというふうには思いますけども、この問題パッと見解けそうですからね、時間をかければね、着手した方が本当に多いと思うんですよ。 でも最後にこういう5番のところにねこういう意地悪な引っ掛け出してくるっていうのはかなり作った人ねちょっと性格悪いなと思うんですけれども、まあ、これは本当に1番をちゃんと計算できるかどうかというところが、まあ、ポイントになってきた問題でした、はい、で次の問題9ですね移っていきますと、まあ、これ先ほども見ましたけれどもここは相対的なマーケットシェアというのが正しい表現 で選択肢の意、e、についてはこれ短ければ短いほど特定の経営管理者にとっての管理可能費は多くなると、まあ、この業績測定期間というのはこれ長ければ長いほどね、まあ、特定の経営管理者にとっての管理可能費は多くなるわけですよね。短期的にはね管理することはできないかもしれないけれども長期のスパンで見ていけばですね管理することができると一般的に業績の測定期間が長くなった方が、まあ、管理可能性というのは広がっていくと。 ま、これは基本的な内容となりますので。E についてはね、確実にバツだという判断をしていただきたかったかなとは思います。はい。で、次の問題10。これがパッと見はね。簡単だと思うんですけど、案外その問題解いていく中でハマってしまうと全くね。答えが出ないということになるのかな？とは思うので、ちょっと怖い問題ではありますね。まあ、できた方もね。一定数いるとは思います。 でまあ、いろんな解き方あるのかなとは思いますけども一例としてこちらですね、まあ、今回この損益分岐点比率87.5%と与えられていますので、まあ、安全余裕率っていうのを計算すれば12.5%と求まりますでこの安全余裕率を使ってね経レバレッジ係数を求めてもらうと安全余裕率の逆数として求めることができるので 1÷0.125 で8倍というのを計算することができます でこの経営レバレッジ係数っていうのは営業利益分の貢献利益で計算することができますんで今現在の営業利益150150 150っていうのが与えられていますからこの150に対して経営レバレッジ係数の8倍を掛け算してあげれば1200というのが貢献利益の値として求めることができます。で変動比率分かっているので。 百パーセントから二十五パーセントさっぴいた七十五パーセントが貢献利益率なんで。一千二百の貢献利益を七十五パーセントの貢献利益率で割り戻せば。売上は一千五百というのがもま、一千六百っいうのが求まります。で、また。この貢献利益の値から営業利益をさっぴいてあげれば、固定費の金額も算定することができて。まあ、当期の固定費は一千五十というのが求まります。 よろしいですか。まあ、これで一旦ね、当期のデータの整理をやってあげると。この当期のデータの整理さえできればね、あとはいつも通りの CVP 分析の問題なんであの、選択肢はもう選択肢にも計算することができるのかなと思いますけど、まあ、当期のデータの,この整理ができないようではね、当然解くことはできないので、まあ、ここをねあの、ちゃんと解けたかどうかというところがポイントです。で、時期のデータの整理、ここはもうおまけですけども。 あの時期の固定費は120増えますんで当期の1050に120加えた1170損益分岐点売上高はこの1170の固定費を75%の貢献利益率で割り戻せば1560というのが求まりますこれが選択肢 A の回答ですね1560で次に今度は目標売上高 目標、売上高営業利益率10%って言っていますので、まあ、この貢献利益率75%からさらに10%を差っ引いてあげてでこれを分母にとって分子に固定費の金額をとってあげればこの10%の売上高営業利益率を達成するための売上高を計算することができます1800というのが求まります1800ですね でこの時の営業利益は10%を掛け算した180ですんで当期の営業利益150と時期の予想の営業利益180差の30を取ってあげてこれを当期の営業利益150で割り算してあげれば20%というのが営業利益の増減率増加率として計算することができます。 まあ見た目に反して難しい問題なのかなとは思うので本当にできる人できない人で大きくねここは明暗分かれる問題だったようには思いますで次の今度問題11ですけれども問題11ですね 予算管理の問題ということで選択肢のいから見ていきますとこの企業予算の全てに対してゼロベース予算っていうところを適用するべきであると言っていますけどもゼロベース予算っていうのを適用すべきなのはあくまでマネージドコストですよねコミッテッドコストについてはゼロベース予算に基づく管理っていうのはこれはあまり有効な手段ではありませんので あくまでマネージドコストっていうのを対象としてゼロベース予算っていうのを使った管理が有効だと、まあ、ここは基本的な内容なんで確実に罰だという判断をしたいところですで次の選択肢も先ほど申し上げましたけれども、まあ、一般管理費っていうのは通常ね変動予算を使った管理というのがあまり適合しないねそういったひ目になってきますのでこの変動予算が最も適合するという部分に違和感をね覚えた方は うまくね上については罰だと判断できたんじゃないのかなと思います。まあ、あるいはここでね見てもらってもよかったのかなと思います。減価償却費とかっていうのが含まれていて減、まあ、価償却費っていうのは別に変動予算使った管理がね最も適合するっていうのはこれおかしいですからこの点で違和感を覚えた方はねまあ、いずれにしてもね選択肢「うっていうのは罰だと判断ができたのかなと思います。 何とかね、合わせてほしいかなっていうところですね。欲を言えばね。まあ、正当可能性中ではありますけどね。はい。で、次の問題12。まあ、これはキャッシュフロー計算書を作らせる問題で、まあ、何をね、やらせたいのかよく分かりませんけどね。非常にまあ、無駄な計算をやってる感覚が解いててありましたけれども、まあ、この問題十二とりあえず、 この資料の整理をしてもらって、まあ、売上債権棚卸し資産仕入れ債務ですね。データまとめるとこうなります。まあ、とりあえずこれをまとめることができればね。キャッシュコンバージョンサイクルの計算は簡単に行うことができるんでね。期末残高を把握することができれば、まあ、計算のやり方もね。書かれていますから。売上債権回転期間の算定には売上高を使って。 棚卸資産回転期間と仕入れ債務回転期間の計算には売上げ原価を使いなさいと言っていますからこの期末残高と売上げや売上げ原価を使って各種回転期間というのを計算してあげれば OK とここの計算はなんとかできると思うんです。ま,まあ間違えた方はね見直しをしてみてください。 で問題はキャッシュロー計算書なんですけれども、キャッシュロー計算書、損、まあ、益計算書とキャッシュロー計算書、作るとこうなります。損、まあ、益計算書はこうなりますね、まずね。まあ、これね、販管費のところがちょっとややこしいですよね。販管費は2万4000というのが与えられていますけれども、まあ、この上記の資料から判明するもの以外が2万4000と言っていますので、 まあこの資料の1番から5番の中で販管費の区分に計上されるものがあればねそれは2万4000に別途ね加えてあげなければいけませんのでまあ今回ですとこの資料4番で計算できる減価償却費の値とこの資料2番で与えられている貸し引きですね貸し引き。 貸し倒れ引当金の繰り入れ額についてもこれも反管費に計上されますので減価償却費の50と貸し引きの1600これとその他の2万4000を合算した2万5650というのが反管費の合計です。費の合計ですねでこれで営業利益が求まれば支払い利息を控除してあげて税引き前利益40%を掛け算して法人税等で税備後の利益が求まると。 で間接法的にキャッシュロー計算書っていううのを作ればこうなります、まあ、税引き前同期純利益この5350からスタートして減価償却費と貸し引きの増加額をこれ加算する支払い利息についても加算する売上債権の増加額2万については減算棚卸さんの増加額1200についても減算仕入れ債務の増加額7500はこれは加算、まあ、これを税引き前同期純利益にすべて加減算してあげれば 六千五百のマイナスっていうのが小計欄の値です。で、この小計欄の値から利息の支払額を控除するのかどうかというのが一つ問題になってきますね。まあこの問題は利息の支払額を控除しないと回答に選択肢がないんですよ。組み合わせとしてね、あのキャッシュサイクルはね三十五日っていうのを計算することができて仮に この利息の支払い額を財務活動によるキャッシュフローの区分の方に表示をしていくとですね、この営業活動によるキャッシュフローっていうのは、8640っていうのが回答になってくるんですけど、このキャッシュサイクル35日と8640の組み合わせっていうのは残念ながらないので選択肢に。だから特に指示はないんですけれども、この支払い利息ですね、利息の支払い額については、 これは営業活動によるキャッシュフローの計算過程で控除していくんだなという判断をしていかなければいけないここがちょっと難しいところですねでそうすると8840というのが営業活動によるキャッシュフローになりますんで選択肢の2番が組み合わせとしては正しいということになりますよろしいでしょうか、まあ、以上がこちら。 問題12ということになりましてで次の問題13ですね、まあ、原価管理についての問題になりますけども原価管理、まあ、この原価管理の問題はね比較的解きやすい問題だと思いますただ選択肢「A」でね 引っかかってしまった方いるんじゃないかなと思いますけども、まあ、この製品の企画設計段階で大部分のコストが発生すすすするるるでではなくて決定するですよ、ね、決定定よね原価の決定曲線に着目をしていくこれが原流管理ですんで発生するのはあくまで製造現場においてね原価っていうのは発生するわけですから。 発生するのは大部分が製造現場ではありますけれどもあくまで発生する金額が決定するのは製造に入るよりも前の段階ですね企画とか設計段階でおおむね決まってくるんだとこの発生の部分が間違いであるというところがわ、まあ、かればね一瞬で整合判断できますで選択肢はこれも絶対バスだって判断できなければいけない、まあ、原価を機能で除素と言っていますけど機能を原価で除素が正しいですねはい。 このきっかけはね過去の本試験でも出されていますのであの過去問とかをしっかりやってた方はですねにについいいいてはは即座に罰だととう判断をでできたのではないのかななか思いますで次の問題14ですけれどもまあこれもね何をやらせたいのかいまいちよくわからないなという印象を受ける問題ではありますけど、まあ、謎の計算ですよねもはやあまり管理会計の知識とかっていうのは関係ないのかなと思います。 もう完全に情報処理能力次第って感じですねこの問題についてはね。まあ状況がかなりややこしいですよね。少なくともね見たことある方っていうのは誰もいないでしょうから、まあこれはもう絶対間違えてもしょうがないところです。まあしかもご丁寧にね選択肢５個ではなくて６個にされているので、勘で答えるにしてもねなかなか合わせるのが難しいところだと思いますね。 で今回問われているのは、まあ、この次年度においてアルファ製品の売上が増大する見込みであると現状ね工員さん5人で製造現場を回しているんだけれどもまあ5人の今のね就業時間の範囲内だと50%の売上の増大に対して対応することが難しいとでこれに対応するためにはじゃあどうすればいいかっていうとこの残業してもらうっていう案と まあ従業員を新たに雇って二交代制にすると、まあ、この案が2つ設けられていましてで残業する案はねこれは簡単です残業案、まあ、とりあえず一旦、ね、データの整理してもらうとこれ現在の月間の就業時間としては1日8時間かけることの5人かけることの月間20日 なので8時間 ×5 人 ×20 日で800時間というのが月間の就業時間、まあ、これが機械の稼働時間でもあるんですよね5人の婚姻が各々の機械設備っていうのを使って製造作業を行っていますので、まあ、現状の機械の稼働時間も800時間ということになりますで次年度は50%販売数量が増える予定ですから 就業時間としても今の800時間から1.5倍してあげた1200時間が必要になります1200時間ですねはいだから400時間分何とかしなければいけないわけですでこの400時間を残業で賄っていくということになるといくらの残業代を払わなければいけないのか、まあ、その観点から計算をしていけばいいわけですけれどもあの 残業しててもらって次年度時間ですね働いてもらった場合いくらコストがかかるのかっていうのを計算してもらうと単価1,200円かけることの800時間プラス単価1,200円かける1.25ですね残業手当っていうのを含めてあげてかけることの400時間この合計156万円これが残業してもらった場合の変動級部分。 固定給についてはね残業の有無にかかわらず絶対に一定額生じるわけですから、まあ、そこは別に計算上カウントする必要性がありませんので埋没原価として処理をしていくことになりますけれども変動給部分に着目してもらうと残業案の差額原価は156万円と計算できますで今度二交代制の場合差額原価いくらになるのかですけども二交代制になった場合 これね読み取りが難しいと思うんですけれどもこの新規の婚姻と原油の婚姻ともに1ヶ月に働く時間は変わらずって言ってるので現行の婚姻というのは5人が1ヶ月でで時間働くわけですで今度婚姻が10人になるわけですから単純に2倍で1,600時間トータルで10人働いていけばね月間で働いてもらうことができると1,600時間ですね。 まずここまで大丈夫ですか、まあ、?5 人が10人になるわけですからね単純に2倍で月間で1,600時間が就業時間ってことになります。まあ、これが機械の稼働時間でもあると。でややこしいのはねこの1,600時間とこの1,200時間これは α の製造に要する時間ですよ。 50販売数量が増加した時のアルファの製造に要する時間を表しているとこの1600と1200の差の400時間これが余った時間なんですよ余った時間。従業員は1600時間月間で働くことになるんだけれどもまもあくまでアルファは1200時間しかねかかりませんので残り400時間ね手が空いてると。 その400時間手が空いた時間で A 製品の外注加工っていうのを行うことで追加的な収益を獲得することができるとここの読み取りも難しいですね。400時間分のの余力が生じるのでこれで A 製品のの外注加工っていうのを行ってていいうを行くで何個分 A 製品の外注加工できるかっていうと1個加工するのに15分ですから。 400時間だったらこれは1,600個っていうのが A 製品の外注加工でできる数量ですでこの1,600個外注加工をすることによって追加的にいくらの利益を獲得できるかっていうと1個あたり1,000円から変動費240円を差っ引いた値1個あたり760円の貢献利益に1,600個を乗じた121万6,000円っていうのが 製品を外注加工することによって追加的に獲得することができる利益これをまあ差額原価のマイナス項目として集計をしていきます5人を追加で雇うことによっていくらねお金かかるのかっていうと固定給5人分かかるのは分かるかと思いますけども変動給につきましてはこのもともとの今の行員 時給1200円の人が800時間働いて、新たに雇った時給1100円の人が800時間働いて、トータル184万っていうのが変動給です。新規の高員と現有の高員っていうのは働く時間が一緒なわけですから、800時間ず、8 0時間分ずつですね。各々働いてトータル184万ですよと。まあ、固定給90万合算して、ここから。 差額減価のマイナス項目、今さっき計算した百二十一万六千円を差引けば。百五十二万四千円っていうのが求まりますね。百五十二万四千円。まあ、これが二項体制を採用した場合の差額減価なんですよ。したがって、残業案の差額減価、先ほど計算した百五十六万との差を取ってあげれば。三万六千っていうところが。 両案の差額として求まりますんで二項体制の案の方が差額原価が小さいので 36, 円有利ででであるといいうのが回答ですす、まあ、かなり難しいですねここ最近ねこの後ろの方で登場する業務的意思決定の問題も難しい問題がね連続して出ているのでかなり疑問になりつつありますね。はい で次の問題15設備投資の経済性計算でまあこれはね過去に日照簿記1級で類似問題っていうのが出ているというか類似の論点が出ているんですけども、まあ、リースによって機械設備っていうのを調達するのかあるいは資金を借り入れた上で機械設備っていうのを購入するのかリース案と購入案ですねそれぞれの賞味現在価値の計算をしていくでリース案は簡単ですね まあ、リース料マイナス12万年間で生じてこれは損金参入されることによって30%掛け算した分だけ税金が安くなりますから結果的に会社の負担っていうのはマイナス12万に1-30%を掛け算した値これが実質負担です、まあ、この税引き後の負担額ここに対して年金減価係数ですね4年分掛け算してあげれば4年の年金減価係数を掛け算してあげれば賞味減在価値 マイナス 5, というのが求まります、まあ、少なくともリース案は一瞬で計算できますんでここはね分かるのかなと思うんですけど、まあ、購入案ですねこっちがちょっとややこしいんですが減、まあ、価償却費計算すれば10万5,000で各年度ごとにですね元本っていうのを均等に返済していくと言っていますので、まあ、42万はじめ借りてるわけですけども年度末にこの10万5,000ずつ返していくと。 ま、それと各年度末の負債の残高っていうのはこちらになりますよと。で、この各期末のね。負債の残高が翌期種の機種の。負債の金額になりますんで、まこの値に対して利率を掛け算してあげれば支払い利息を計算することができますね。はい、機種の残高に利率を掛け算しなければいけないので注意してください。で、この？ 支払い利息の金額っていうのも損金参入されることによって節税効果が働きますので会社の実質負担というのは、まあ、この各年度の支払い利息に対して1-30%を掛け算した値が実質負担です。それが毎期のキャッシューを見積もった時のここの値 ×1 年度だったらス2 9 4 0 0 × 2年度だったら −22,050 罰3年度だったらマイナス1万4700、罰4年度だったらマイナス7350ですね、各年度の支払い利息に対して1-30%掛け算してください。あとは元本均等返済される、これに関するキャッシュフローと、減、まあ、価償却の節税効果分、これはキャッシュインフローとしてカウントする、でまた最終年度の売却に伴うです、ね、キャッシュフロー。まあ、これは 5万が見積もり売却価格で残存価格はゼロですんで5万1 30で3万でで千いううののが税引き後の売却に伴うキャッシュフローですこの毎期のキャッシュフローの見積もりっていうのができればあとは割引計算をしてあげればですね、まあ、賞味現在価値っていうのが26万2っていうのが求まりますんで先ほど計算したリース案の賞味現在価値との差を取ってあげればリース案の方が有利であることがわかります。 よろししいでしょうかまあ落ち着いて対応すればねこの問題もまあ最悪できなくはないのかなとさっきの問題14みたいにねなかなか解けないってことはないのかなとは思うんですけどただまあほとんどの受験生はねこういったあの資金を借り入れた上で設備を買って賞味現在価値を算定させるみたいな問題は解いた経験ある方少ないとは思いますんでまあできなくてもねこれはやむを得ないかなと思います。 で最後、問題16ですね。まあ、これは簡単ですね。選択肢「うとえが」と「え」が誤りですね。本社費の配布について、まあ、この事業部に対して配布するのは合理的な意義や目的が全く存在しないと書いていますけども、まあ、そんなことないですよね。本社費の配布っていうのは実務的にはよく行われていると。本社費を配布することによって、まあ、各事業部に対して 本社費の回収の必要性というところを意識づけることができるあるいは本社費の発生について牽制機能が働くとかですねまたあるいは各事業部を独立の会社であるかのように業績評価することができる、まあ、そういったもろもろのメリットがあった上で本社費の配布っていうのはよくね実務的に行われている手続きになりますんで、まあ、この意義や目的が全くないという表現は誤りです。で選択肢、A 事業部長の業績評価指標として ROI を使うことによって、まあ、この目標整合性を確保することができると言っていますけれども ROI ではなくてこれ RI ですね残余利益を使ってあげれば事業部と全社の利害対立を解消することができるというのが正しい表現ですよろしいでしょうかまあ簡単ではありますけども、まあ、以上がまあ今回のね 本試験の解説とということになりましてまだ詳細な解説冊子っていうのはね後ほどあの作っていく予定となりますのであのそちらの方ねまたご覧になっていただいて復習の方を進めていただくといいのかなと思います。で今回ねあの冒頭でも申し上げましたけどかなりのね、まあ、高難易度の試験だったので,でしっかりとね勉強をされた上で12月今回臨まれた方もね多いと思うんですけれどもそれでもねあのうまく点数が取れなかったという方の方が多いと思います。 で今後ね、どういう対策を取っていけばいいのかというところが非常に難しいところではあるんですけども、ちょっと私もね、今からあの1週間ですね、ちょっと考えてみて、まあ、分析会っていうのがあの今週末にございますので、そちらの方でちょっと私がね、あの考えた、まあ、解決法っていうところをちょっと提案したいなとは思いますので、ちょっと1週間ね、考えるお時間をいただきまして、今後の対策についてですね、あの皆さんの一つあの、参考になるような話ができればなというふうには思っています。 まあ、ぜひね、あの分析会来れる方はいらっしゃっていただいて、で来れない方もねウェブアップされるでしょうから、そちらの方であでご覧になっていただいて、今後の管理会計の対策、ですね方針について考えていただければなというふうには思います、はい、それでは、ですねこれで今回の、えー、令和2年の第1回の本試験の解説は以上となりますので、皆さん、本当にお疲れ様でした。